どうもリオです。じゃん。はい、ということで今回は早くて安くて美味しいお店。はい、もうねみんな大好きなワードでございます。で今回は足立区の綾瀬にやってまいりました。今日もね人気のお店に行ってみたいと思います。しかもねそこのお店はねすごい元気なの、元気なのよ。うん、ということでもう雨がねもう降ってきそうなので早速行ってみたいと思います。ではではスタート。もうねそこの角を曲がったらすぐでございます。じゃじゃーん、到着、こちらでございます。じゃじゃーん、店内はこんな感じです。でねメニューがここにずらーっと、いやもう激安なの。ナポリタン100円、あ、煮卵80円、ベーコンエッグ80円、もうすごい。でドリンクはこんな感じです。でねこれこの鶏チャーシューがやばいのよ。これをねもう絶対頼む、本当にぜひとも皆さんにお見せしたい。でお持ち帰りのお弁当とかもあったりします、500円。肉じゃが来た。じゃーん、肉じゃがです。母ちゃんの肉じゃが、もう味がしみしみ、母ちゃんって感じ。しかもさ、なんかお腹めちゃめちゃ減ってたから肉汁がやばい。しかも150円、芋と肉美味しい。レモンサワー、チーズ。一緒に野菜炒めきた。これで80円。ありがたすぎる。健康。レモンサワーは280円。じゃーん、マグロブツ300円。見て、めっちゃしっかりしてるのよ。これをね、わさびをねちょこんして、ウィーウィー。じゃーん、来ました、鶏チャーシュー。まずさ、これで150円やばいんよ。チャーシューとこの煮卵付きね、しかもマヨネーズ。いただきます。
うん、味がうますぎる。このさ、なんかしっとりと染み具合、本当にすごい。ちょっと煮卵、めっちゃうまそう。いやー、最高。うまくやばくない？見て、この半熟。絶妙な煮卵。なんかさ、チャーシューにさ、マヨネーズを垂らしつけたいんだけどさ、そのままでめっちゃ美味しいからもう全然いらないの。もうつけた方がいいよね、せっかくだから。うん、最高。もう忘れちゃいけない。150円、本当に。久々に来れてめちゃめちゃ私がテンション上がってる。お肉と卵、そう、今ね、おかずセットっていうのを頼んでみる。あー、安いですよね。そう、とりあえずそれで何が来るかね。すごい、取っていいですか？嘘、ちょっとお隣さんのおかずセットがすごいんで取らせてもらいます。すごい、じゃーん。すごい。 1,2,3,4,5 個。なんだろう、これミートボールかな。唐揚げ、肉豆腐、おいしそう。すごい、じゃじゃーん、来た。すごい、じゃじゃーん、マグロが着きました。ねえ、やばくない？うん、まっ、めっちゃ美味しいんだけど。いや、タルタルやばくない？フィレオフィッシュ、フィレオフィッシュって感じ。フィレオフィッシュだ、これは。これいい。そういう。立ち飲み放浪感。あ、そうなんです。居酒屋を、大衆酒場とかを巡るっていうチャンネルやってました。そりゃうまいよ、そりゃうまいよ。ていうかさ、マグロカツでさ、注文してさ、タルタル乗ってきてんの幸せ。最後の一口。ちなみにさ、いつもだったらね、多分もうこれ多分次のお店に行ってるんだけど、ちょっとね、頼みたいメニューが多すぎる。頼んじゃおうかな。じゃじゃん、ナポリタン来ました。いや、これ100円、ありがたすぎる。いや、もう今日はありがたいしか言ってないのよ。はい、これが常連さんで言うパリピらしい、パリパリピーマン。100円とか150円なんだよ、安すぎる。キングボンド、おいしい。なんだこれ。でもね、気をつけた方がいい。塩味じゃないんだけど。あ、それきっかけ。なんだこれ。パリパリしてる。気をつけた方がいいね、お母さん。
土曜か土曜日か金曜日あれあげて、その後に会うたびにお前は焦点を合わせて全部合わせて Twitter、Twitter、YouTube 合わせて。ごちそうさまでした。ねえ、美味しすぎた、長居しすぎたというかね、あの立ち飲みは初心者の方でも綾瀬のね丸一さんはマジでね気軽に行けるお店だと思う。なんて言ったってあのお母さんがマジでねいい方あの本当にお母さんの雰囲気でマジであの永遠にいれそうな感じでございます。今日も幸せでございました。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドグッドグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。しっかり雨降ってきてます。バイバイ。